腰痛の原因の一つである椎間板、ヘルニア腰痛とは腰に痛み、炎症などを感じる状態を指す一般的な語句。その期間によって急性、亜急性、慢性に分類される。大部分の腰痛は大抵発症から数週間以内には改善され、40から90%のケースでは6週間後までに完全に改善される。しかし、 急性患者の3分の1は1年後には慢性化し、5分の1は活動に重大な支障をきたす重度になる。急性、亜急性期における治療の第一選択肢には、皮膚表面の加熱、マッサージ、針脊中操作といった非薬物療法が推奨される。患者の大部分は治療の有無と関わらず時間とともに改善されるためである。薬物療法を行う際には、 ヒステロイド性抗炎症薬、または骨格ス樹脂管薬を推奨する。疾病コストは医療費のほか、失業、生産性低下といった面でも大きい。任意の時点にて人口の9から12%が腰痛を抱えており、またおおよそ25%の人々が過去1ヶ月以内に腰痛を経験している。およそ40%の人々は人生に一度は、 腰痛を経験するとされ、この割合は先進国においては80%まで上昇する。男女差は見られない。発症が始まるのはおおよそ20から40歳ごろとされている。腰痛を最も抱えている年代は40から80歳であり、年齢が高くなるほど効率である。腰痛全体に占める人食い的腰痛の割合腰痛のうち骨折、感染症、癌、 変性疾患など原因のはっきりしているものは15%ほどであり、残りの85%ほどは原因のはっきりしない一食い的腰痛である。画像検査で異常所見が認められても、それが腰痛の原因であるとは限らない。一食い的な腰痛の責任部位は腰ではなく脳である。一食い的腰痛では脳の支障は活性化されず、前頭葉の一部だけが、 活性化される。これに対して、腰部打撲による急性腰痛では、腰部からの痛みの情報は、脳の支障に入って支障が活性化され、さらに脳のその他の部位が活性化される。一食い的腰痛の場合では、末梢や支障は腰の痛みにあまり関与していない。痛みの原因が骨格や筋組織以外の腰部の消化器系臓器や尿路 泌尿器系臓器の疾病による場合もある。特異的腰痛の場合は、各疾患ごとに、それぞれの特異的な治療を必要とする。例えば、腰痛の圧迫骨折では、骨折箇所を一定期間固定し、鎮痛剤を投与し、基盤にある骨粗症症を治療する必要がある。手術が必要な場合もある。なお、一般的に言えば、病歴聴取と体の診察により、 可能性のある特異的疾患を排除することができるので、画像診断などのお金のかかる検査は、慢性化した場合や治療に抵抗する場合に後日行うまで、通常は差し控えておくべきである。追間板ヘルニアや脊柱管狭窄は、老人には非常にありふれており、画像診断で、ほとんどの老人には認められるが、大抵の場合には、それは、腰痛の原因ではない。 それは、しばしば手術を行う根拠にされるが、その手術が成功して、最終的に腰痛が警戒することは稀である。椎間板ヘルニアは、その9割が自然に治癒する。痛みには、筋肉由来の緊張性腰痛と、鈍い痛みを伴う慢性の腰痛がある。筋肉などに過度なストレスがかかることで、筋肉が緊張することで引き起こされる腰痛である。 過度なストレスを強いられると、交換神経は常に優勢になり、活発化し、緊張を強いられ、余計な他の筋肉などにも力が入る。すると崩れたバランスを調節しようと腰の筋肉に負担が大きくなり、腰痛が発生する。腰痛が3ヶ月以上継続する場合、慢性腰痛という。慢性腰痛では、不安やストレスなどの心因性因子の関与が大きい。 急性腰痛から慢性腰痛への移行はしばしばイアトロジェニックである。ある調査によれば腰痛患者のうち38%には心理学的障害が認められた。福島県立以外の整形外科と精神科は共同で心因性腰痛であるかどうかを判定する簡単な質問紙 BS ポップを作成している。心因性腰痛である場合は心身症または 神経症、または、うつ病の治療が走行することがある。ニューヨーク大学のサーの医師は、腰痛を、心身症として治療し、半数以上の患者で効果があったと主張している。そして、腰痛の多くは、腰に原因があるのではなく、脳に原因がある。怒りや、不安やストレスが原因である。それに気がついて直面すれば、腰痛は治ると主張している。 作家の夏木静子氏は、長年の腰痛を、心身症として治療して警戒した。緊急性の高い腰痛としては、致死性の高い腹部大動脈瘤、大動脈解離、場合によっては、死性になる、人工足、急性衰炎、肺尿、肺便が困難になることもある、素症候群などが挙げられる。注意を要する腰痛例は、左右の足長さは、 あまり腰痛の原因にならない。腰痛の男女差は大きくない。気分が沈みがちとか、不安でじっとしていられない人は、そうでない人に比べて30倍も腰痛になりやすい。欧州におけるガイドラインによれば、腰痛は、疾患ではなく、症状である。ただし、一食い的腰痛は、症状ではなくて、一つの病気であるという考えがある。腰部に、 負担のかかる動作による腰椎、椎間板、神経などの障害は腰痛の原因となる。また、腫瘍などの得意的疾患による障害は腰痛の原因となる。また、ストレスによる精神的障害は腰痛の原因となる。1976年3月、整形外科医のケムソンは腰痛の原因を要部に負担のかかる動作と解明した。 1999年、ミルクラは、さらに細かく、約30通りの動作について、数値を計測、ナッケムソンの研究を補足する形で追認した。ナッケムソンは、二つの残された課題に継承を鳴らした。痛みの悪循環ひとたび腰痛が出現すると、その痛みは、図のような仕組みで悪循環に陥って、慢性化することがある。不安回避モデルは、 精神過程のモデルであり、不安に基づいて回避的行動を行うことにより、慢性的な筋骨格の痛みが生じることを説明するモデルである。1983年にリーサムによって提唱された。腰部に痛みを生じるような病変がないのに、腰部に激しい痛みを感じる仕組みを説明するモデルである。人が腰部に急性の不快感や痛みを感じて、 回避的行動によりその不快感や痛みを一時的に止めたとする。得られた無痛の状態は、この回避行動を強化する。そして、性のフィードバックがかかり、腰部の異常に敏感になり、痛みを感じる指揮位置は引き下げられ、不快な刺激を除去するための回避行動は強化される。もし人が痛みを不安なものではないと判断したり、一時的なものに過ぎないと判断するならば、 痛みを引き起こした状況は正しく認識され、急性の痛みは収まる。回避的行動は、本来は健全なものであり、人が傷つくことを防ぐためのものである。しかし、急性の局所病変が治癒した後にも、人の活動を妨げるのであれば、それは有害なものになる。腰部に敏感になって、体の動きが制限されると、組織の正常な機能が障害され、 体や精神に悪影響が及ぶ。もし、回避行動が強化されなくなれば、性のフィードバックによる悪循環から離脱できる。それには、まずこの仕組みの存在に気づき、次に、自分の不安に直面し、さらに不安と回避行動に打ち勝つように練習する必要がある。例えば、体を少しずつ動かして、体を動かしても大丈夫。腰痛は、 怖くないと何度も確認することが必要である。1993年にワデルラは不安回避の思い込み質問紙を作成した。この質問紙を用いた研究によれば、体を動かすことについての不安回避の思い込みの有無は労働の損失と強く相関していた。レッドフラッグと呼ばれる兆候がある場合、重篤な疾患があるかもしれないのでさらに検査を行うことが必要である。 重篤な疾患があれば、直ちに治療が必要だったり、特別の治療を必要とする可能性がある。しかし、レッドフラッグの兆候があるからといって、必ず重篤な疾患があるというわけではない。重篤な疾患がある可能性があるというだけで、レッドフラッグを持つ、大抵の人は、大きな問題を持っていない。もし、レッドフラッグの兆候が全くないのであれば、 症状出現の4週間以内に画像診断検査を行ったり臨床検査を行うことは有用でないことが示されている。多くのレッドフラッグの有用性はエビデンスによればあまり指示されない。骨折を見つけるための最も良い手がかりは、高齢の年齢、ステロイドの使用、皮膚に跡を残すようなかなりの外傷などである。癌を見つけるための最も 良い手がかりは、その人の病歴である。他の原因を除外できたのであれば、一食い的な腰痛を持つ人は、通常は原因を、はっきり特定することなく、対照的に治療される。抑うつや薬物乱用など、診断を複雑にする要因を明らかにする努力や、保険の支払いに関する議論は、役に立つ、可能性がある。日本のガイドラインでは、 次の状態を危険信号としている。レッドフラッグの症状がある場合や、改善しない神経学的な症状が続く場合や、悪化する痛みがある場合には、画像検査を行うのが望ましい。特に、がんや感染や、素症候群が疑われる場合には、早期に MRI、または CT の検査を行うことが推奨される。板の疾患を見つけるのには、CT より、 MRI の方がやや優れている。脊柱管狭窄症を診断するには、両者ともに有用である。またに、3の身体的な検査が有用である。椎間板ヘルニアでは、大抵下肢神展巨上検査が陽性となる。腰部椎間板増影検査は、高度な腰痛が持続する場合に、痛みの原因となる椎間板を見つけるのに、有用であろう。同様に、 神経ブロックのような治療的主義が痛みの場所を突き止める目的で使用されることがある。このように、椎管関節注射、変形硬膜外注射、仙腸関節注射を診断的な検査として使用することを指示するいくつかのエビデンスがある。その他の身体的検査、例えば側、は、腕症の身体検査、筋力低下の検査、神経反射の減弱の検査などは、 ほとんど使用されない。腰痛の訴えは人が医療機関を訪れる最も多い理由のうちの一つである。多くの場合、痛みは2、3週間しか続かずに、一人でに消えるように見える。医学学会のアドバイスによれば、もし、原病歴と診察所見が腰痛の原因となる特定の疾患の存在を示唆しないのならば、X 線写真や CT 検査や MRI 検査は、 不要である。患者は CT や MRI による画像検査を望むこともあるが、レッドフラッグの症状がないのであれば、そうした検査は不必要である。ルーチンの画像検査はコストがかかり、症状を改善させる効果のない外科手術を受ける、可能性が強くなり、浴びる、放射線が体に悪影響を及ぼす。痛みの原因を特定できるのは、 画像診断の1%以下に過ぎない。画像検査は、害のない異常を見つけて、必要のない別の検査をさらに受けるように患者を仕向け、患者を不安にする。しかし、そうは言うものの、米国のメディケアの統計によれば、1994年から2006年までに、養部 MRI 検査の件数は300、300%以上増加した。2017年の、 米国内科学会ガイドラインにおいては、患者の大半は治療とは関係なく回復するとされる。そのため、第一選択肢は飛躍物療法が推奨される。セルフケア及び患者教育も重要である。体の活動性を維持し、運動を行い、あまり休まずに仕事を続けるようにとアドバイスを受けると、腰痛の予後は改善する。 正しい情報を与え安心させると予後は改善し、怖がらせて不安を与えると予後は悪化する。ノーペイン、オアノーゲインという標語がある。運動療法痛みと並行して運動を行う。安静は必ずしも有効な治療法とは言えない。脳から抹消へ下行性の抑制が働くので、運動により痛み自体が改善する。運動には抑うつ作用もある。運動には ストレッチ、筋肉トレーニング、正しい姿勢保持、有酸素運動がある。腰痛では腹筋と背筋を鍛える。運動の効果は各国のすべての腰痛ガイドラインで最も高いエビデンスがあるとされている。ニューヨーク大学整形外科では痛みがひどくない限り歩くことを勧めている。歩けば脳は歩くことに集中するので精神的苦痛や悩みから解放され、 痛みが柔らぐ。また、座りがちな悪い姿勢から、立位の良い姿勢となる。ストレッチ指示療法は推奨されない。フーの腰痛イニシアティブは、次のように述べている。コルセットを長期に使用すると、骨粗症症を出現させ、腹部の筋肉を弱体化させる。痛みを我慢できるようになったら、直ちにコルセットを外さなければならない。英国国立医療技術評価機構は、 次のように述べている。一食い的腰痛の治療に役立つというエビデンスはほとんどないので国民保険サービス NHS の治療として提供されるべきでない。ヨーロッパ委員会は腰の支持器具を一食い的腰痛の治療に用いることを推奨していない。また、下記のように米国内科学会ガイドラインも推奨していない。急性腰痛に対して 痛みに応じて活動性を維持することは、ベッド上安静よりも、疼痛を軽減し、機能を回復させるのに有効である。職業性腰痛に対しても、痛みに応じて活動性を維持することは、より早い痛みの改善につながり、休業期間の短縮とその後の再発予防にも効果的である。各国の急性腰痛ガイドラインで、安静を推奨するものは、見当たらない。 ぎっくり腰のような姿勢に起因する急な激しい痛みかつては対処法として最初に患部を冷やすことが肝心であると考えられていた。冷やすことで炎症の更新を抑えて疾患の拡大をできるだけ小さくするための処置であるので可能な限り早く冷やした方が治療効果も高く痛みも少ないと考えられた。急性期を過ぎた後はできるだけゆっくりと温めて 血流を良くすると筋の復帰も早い。腹圧を上げるためのコルセット着用が行われることがある。下肢の痺れ、感覚ドンマ、歩行困難等が現れるような場合は、追間板ヘルニア等による神経圧迫の恐れもあるために病院の診察が必要である。温熱療法温熱療法はプラセボと比較して痛み及び障害日数を短縮させることが 明らかになっている。一方で腰痛への寒冷療法は推奨されない。根拠は存在せず、寒冷障害により、急性腰痛は遷延して悪化し、慢性腰痛となる。寒冷療法は、日本では広く行われていた。痛みを伝える神経は、冷やされて、機能低下が起こり、痛みをあまり伝えなくなる。また冷却により炎症反応が抑え込まれと、 局所の負腫は改善し、負腫による神経圧迫が改善し、当面の痛みは減る。しかし、急性腰痛は原因不明ではあっても、元来はセルフリミテッドで予防の良い疾患である。炎症反応などは正常の防衛反応であり、そうした正常の修復過程を妨害しない方が良い場合がある。寒冷により血管は収縮し、血流は低下し、 拒欠を引き起こし、体の組織は正常の機能が果たせなくなる。そして、さらに痛み物質が放出される。薬物治療腰痛の治療として、薬が有効な場合の薬物治療がある。腰痛が最初に起こった時の患者の望みは、痛みが完全になくなることである。しかし、慢性腰痛の場合には、治療の目標は、痛みをコントロールして、 機能を可能な限り回復させることに変わる。痛みへの薬物治療は、いくばくかの効果があるに過ぎないので、薬への期待は、現実に直面して、満足度が下がる場合がある。通常、最初に推奨されるのは、アセトアミノフェンや、ヒステロイド性抗炎症薬である。大抵の人にはそれで十分である。アセトアミノフェンは、標準的な使用量では、非常に安全である。 しかし、過量に使用すると肝障害を引き起こし、極端な過量では死亡することもある。エンセズは、急性腰痛に対して、アセトアミノフェンより、もう少し効果があるが、より大きな副作用の危険性がある。例えば、腎不全、胃潰瘍、心疾患などを起こす恐れがある。この理由からエンセズは、アセトアミノフェンに続いて、2番目に推奨する薬剤となっており、 アセトアミノフェンでは効かない場合に限って投与される。炎せずにはいくつかの種類があるが、効果を考えるときに COX-2 阻害薬の方が、ヒステロイド性抗炎症薬のうちのその他の薬よりも良いとするエビデンスは全くない。安全性の観点からナプロキセンが良いかもしれない。ナプロキセンは、例えば消化性海洋や血小板炎症症のある人などには適さない。 2015年のある研究は、汗とアミノフェンには効果がないと述べている。筋弛緩薬は有効かもしれない。痛みが十分に引かない場合には、モルヒネのようなオピオイドの短期間の使用が有効かもしれない。日本では弱オピオイドが使われる。オピオイドを使用すると依存症になるリスクがあり、また、他の薬剤と負の相互作用があるかもしれない。また、めまい、吐き気。 便秘などの副作用が起きるリスクが大きい。オピオイドは、急性の重篤な痛みが多くのトラブルを起こす場合に短期間だけ使用するのが適切であろう。専門家の集団は、慢性腰痛に対して、オピオイドを万全と長期間使用すべきでないとアドバイスしている。慢性腰痛を持つ年長の人々に、糖尿病や医病変や心疾患など、 エンセずを使用すると大きいリスクが伴う場合にオピオイドが使われるかもしれない。また、神経病的な痛みがある人のうちの特定の人々にオピオイドは役に立つかもしれない。抗うつ剤は抑うつ症状のある慢性腰痛の患者に効果があるかもしれない。しかし、副作用の危険がある。米国内科学会ガイドラインでは薬物療法の第二選択肢として デュロキセチンを挙げている。後継連薬のガバペンチンとカルバマゼピンは、慢性腰痛に対して時々使用されるが、これらは、座骨神経痛を改善させるかもしれないが、不十分なエビデンスしかない。ステロイド剤の傾向的全身的投与は、腰痛には適していない。椎間関節への注射や、椎間板へのステロイド注射は、慢性的な非神経根性糖痛には、効果がないが、 それらは、座骨神経の頭痛には考慮されるかもしれない。硬膜外へのステロイド注射は、座骨神経痛に対して、わずかな、ごく短期間の改善をもたらすが、長期的な利点はない。それらは、副作用を伴う危険がある。ペインクリニックによる神経ブロック、例えば追間関節注射については、次の通りである。硬膜外注射やトリガーポイント注射についても、 同様である。手術追患板ヘルニアが足に放散する強い痛みを引き起こし、あるいは足を衰弱させ、あるいは膀胱のトラブルを引き起こし、あるいは膀胱のコントロールを困難にするようなら手術は有用かもしれない。また、脊柱管狭窄症のある人には手術は有用かもしれない。もし、これらの問題がないのなら、 手術を受けることによって利益を得られる明瞭なエビデンスはない。追間板切除術は手術治療に比べて早く痛みの除去をもたらすことができる。追間板切除術は1年後にはより良い結果をもたらすことができるが、4年後、10年後には手術療法との差はなくなる。より侵襲度の低いマイクロ椎間板切除術は通常の椎間板切除術と比較して、 同じような結果をもたらすだけである。その他の状況では、大抵の場合、手術を推奨すべきようなエビデンスはない。追間板の変性疾患に対する手術の長期的な効果は不明瞭である。新種のより少ない外科的な治療は、回復までの時間を短縮するが、効果についてのエビデンスは、不十分である。脊椎融合手術は、追間板の変性によって、 腰に限曲した痛みを持つ人に対して行われる。この手術を支持するエビデンスがある。この手術の効果は熱心な身体的治療を行うのと同じくらいであり、ヒゲ下的治療を少しだけ行うより多少良いくらいである。脊椎融合手術は脊椎滑り症の人が保存的治療を受けても改善しなかったような場合に考慮されるが、この手術を受けて良い結果を得た人は、 ごく少ない。脊椎を融合させる手術の術式が数多く提案されているが、他より優れているというエビデンスのある術式はない。脊椎を融合させる間は、脊椎を固定する器具を脊椎に装着する。この処置はリスクを高めるが、痛みや機能低下には何の効果ももたらさない。鍼灸による治療腰痛は肩こりと並び、鍼灸治療により、 諸行を表すことがある。腰部のニア穴、大腸湯穴、脂質穴などの手術のほか、膝の後ろにある一応穴の針や、足の障害穴、さらに体調を整える目的で、肺部や腹部の軽血を用い腰痛を緩和する代替医療で、ある。諸外国の腰痛診療ガイドラインは、慢性腰痛について、針の効果を認めている。風も認めている。 オピオイド様の不安定な弱い効果がある。健康保険による新旧治療が可能であるが、保険治療は地域によっては医師の同意書を必要とする。脊椎脊髄専門医の早期受診が望ましい。長期間放置すると手遅れとなり、回復困難となることもある。体の一般的な活動度を上げることが推奨される。ただし、 それを急性腰痛の痛みや障害に対して行った場合には明瞭な効果は認められない。急性の腰痛に対しては歩くことが程度ないし中等度の質のエビデンスで推奨される。マッケンジー法による治療は再発性の急性腰痛には幾分効果があるが短期的な効果は認められない。温熱療法を急性腰痛や急性腰痛に使用するエビデンスは 多少はあるかもしれないが、温熱療法や寒冷療法を慢性腰痛に使用するエビデンスはほとんどない。セバンドが労働の病欠日数を減らすという弱いエビデンスがあるが、セバンドが頭痛を減らすというエビデンスはない。超音波や衝撃波による治療は効果がないので推奨できない。運動療法は慢性腰痛の痛みを減らし、 機能を回復させる上で効果がある。運動療法は運動プログラムを完了させた6ヶ月後の腰痛再発率を減らし、長期的な機能の改善をもたらす。ある特定の運動プログラムが他の運動プログラムより優れているというエビデンスはない。アレキサンダー法は慢性腰痛に有用である。ヨガも有用である。可能性がある。経費的な神経刺激は 慢性腰痛に対しては効果が認められない。腰痛の治療として靴の中に中敷きを入れることは効果がはっきりしない。あまり侵襲のない末梢神経刺激は他の療法では効果がない慢性腰痛には有用かもしれないが、エビデンスは不明瞭であり、また足へ放散する痛みには効果がない。全般的に言えば、急性腰痛の予後は良好である。 痛みと機能障害は大抵最初の6週以内に大幅に改善する。完全に回復する人は全体の40%から90%に上る。大半の人では1年後の時点で痛みと機能障害のレベルは少ない最小限である。6週間経っても症状のある人では回復は次第に遅くなり1年が経過しても回復はわずかである。 急性腰痛が起きた後の長期的な予後を左右する要因は苦痛の度合い、以前の腰痛の経験、仕事の満足度である。うつ病、仕事を失った不幸などの精神的な問題があると腰痛は長引くことがある。最初の腰痛が起きた後で半数以上の人では腰痛の再発が起きる。再発した腰痛においても短期的な予後は良好である。 最初の6週間は大きく改善するが、それ以後の回復はわずかである。慢性腰痛のある人は、1年後にも中等度の痛みと機能障害を持ち続けることが多い。腰痛による長期的な機能障害を持つようになるリスクが高いのは、腰痛とうまく付き合うことが下手な人や、体を動かすことを恐れる人や、機能的な障害のある人や、全般的な健康度が低い人や、 痛みに精神的、心理的な要素がある人である。日本のガイドライン、外来診療によれば次の通りである。米国ハーバード大学のランドン教授は次のように述べている。人食い的腰痛では大半の場合に3ヶ月以内に痛みは自然に収まる。画像検査や薬物注入や手術を行っても長期予後は少しも変わらない。それらは腰で起きていることに ほとんど影響を与えない。それどころか事態を悪化させている可能性がある風の腰痛イニシアティブは次のように述べている。一食い的腰痛では大多数のケースでは症状は2、3週間以内に収束する。どのような治療を行ってもあるいは全く行わなくても腰痛は自然に収まる。しかし、ひとたび腰痛が慢性化すると効果のある治療法は ほとんどなくなる。それで、腰痛の慢性化を防ぐことが治療の主な目的となる。運動プログラムは、腰痛のある期間を短くし、生活の質を向上させる。ステロイドは、傾向でも非傾向でも、硬膜外注入でも、使用する利点はない。追間関節への薬物注入は、ほとんど役に立たない。運動療法は、腰痛の発症予防に有効である。 職業性腰痛では、腰痛発症後も活動性の維持や仕事内容の変更などでなるべく早く復職することにより、腰痛の遷延や身体障害の発生が予防され、病気の長期化を防ぐ。上記で書いたように筋肉が原因の緊張性腰痛に対しては、腰の筋肉である腹筋と背筋を鍛えることにより、予防を見込める。長時間同じ姿勢で過ごすことの多い人は、 運動や体操で腰痛予防を心がけることが望ましい。運動不足、過度の運動は回避する。腰痛がついた地以上続いて活動が制限されたというのはよくある訴えである。世界的には約40%の人が一生のうちで一度は腰痛になるのであるが、先進国では約80%の人が一度は腰痛になる。また、どの時点でも、 9%から12%の人は、腰痛の症状を持っている。また、23.2%の人は、過去1ヶ月間に一度は、腰痛があった。腰痛が始まるのは、しばしば20歳から40歳であるか例するに、従って、腰痛を持つ人の数は増加し、40歳から80歳では、腰痛は、ありふれた症状となる。男性と女性とで、 どちらが腰痛を持つ率が高いかについては、明瞭ではない。2012年のある研究では、男性の有病率が9.6%であったのに、対して、女性の有病率は8.7%であった。2012年の別の研究では、女性の有病率の方が、男性の有病率よりも高かったが、その研究者は、女性の有病率が高かった理由について、骨粗しょう症による、 腰痛、生理痛や妊娠による、腰痛、女性の方が腰痛を訴えやすいことなどと考えた。妊娠中に70%の女性は、腰痛を訴える。妊娠している期間が長くなるほど、腰痛の有病率は高くなる。現在の喫煙者、特に思春期の喫煙者は、禁煙した人より、腰痛の有病率は高い。また、禁煙した人は、タバコを全く吸わない人より、 有病率は高い。国、地域によって生活習慣が異なっても、腰痛の罹患率は比較的一定である。風は、腰痛の罹患率や有病率は世界の至るところでほぼ一定である。腰痛は、世界中で休業する原因の筆頭であると述べている。ただし、現在も狩猟最終生活を行うタンザニアのハザ族ハザの人は、 毎日2 0トル以上を歩くが、木から落ちて、腰部を打撲するなどの急性腰痛の人はいるものの、慢性腰痛の人はいない。ハーベー・クッシング、1920年代人類は、同期時代以来、腰痛と共にあった。外科の論文として、最古のものは、紀元前1500年頃のもので、エドウィン・スミス・パピルスが、脊椎燃座を診断するための検査について述べている。 ヒポクラテスは最初に座骨神経痛や腰痛という言葉を使った。また、二世紀の中頃から終盤にかけて活躍したガレンは腰痛の概念についてやや詳しく記載した。人類の最初の千年の終わり頃までは医者は背中の手術を試みることはなく注意深く観察して待つように患者に進めた。中世を通じてジッチイは腰痛は 精神から生じるものと考えて医療を行った。20世紀の初めには医者は腰痛が神経の炎症や神経のダメージによって生じると考えた。その当時の医学論文には神経炎や神経痛という言葉がよく出てくる。しかし20世紀の終わり頃には腰痛がそのようにして起きるという考えを支持する人は少なくなった。20世紀の初めに アメリカの脳神経外科医のハーベークッシングは、腰痛の外科的治療が世間に需要されることに貢献した。1920年代から1930年代にかけて腰痛の原因について新しい考え方が現れた。医師たちは神経系と精神的要因の組み合わせによって腰痛が生じるという考えを提案した。例えば、神経の弱さや女性のヒステリーである。 筋肉のリウマチも論文中に出てくる頻度が増した。X 線写真のような新しい技術により、医師は診断のための新しい手段を手に入れた。X 線写真は、あるケースでは、椎間板が腰痛の原因となることを明らかにした。1938年に整形外科医のヨゼフ・エスバールは、椎間板が関与する坐骨神経痛が、手術により改善したことを報告した。 この研究報告によって、1940年代には、腰痛の椎間板モデルが支配的となり、CT や MRI などの新しい画像診断の援助を受けて、1980年代の文献の主流となった。その後、椎間板のトラブルは、腰痛の原因としては、比較的稀であることが研究により、明らかとなり、椎間板についての議論は、下火となった。 その時以来医者は多くのケースでは腰痛の原因は特定されないことに気がつくようになりまた多くの場合には治療の有無に関わらず6週から12週以内に痛みは収まることに気がつくようになった腰痛は大きな経済的なコストをもたらすアメリカ合衆国では腰痛は成人が最も多く訴える痛みであり 最も多くの欠勤をもたらす症状であり、救急治療室における筋肉や骨格に関する最も多い訴えである。ある研究によれば、1998年には、腰痛により1年間にかかったコストは900億ドルであったと計算されており、個人のうち5%の人はコストの多くを自己負担している。1990年から2001年の間に、米国における 脊椎融合手術については、手術適用に変化はなく、効果が大きいとする新しい証拠もないのに、手術の件数は2倍以上に増加した。さらに、米国では、欠勤日数全体の40%は腰痛によるものであり、収入の減少や労働生産性の低下という形でコストを負担している。腰痛は、カナダ、英国、オランダ、スウェーデンでは、 米国やドイツよりも労働力のより大きな損失を引き起こしている。労働障害の結果としての急性腰痛を経験した労働者は雇用主から X 線写真を撮るように言われるかもしれない。他の場合と同じようにレッドフラッグがないのなら検査は適応ではない。法的責任についての雇用主の関心は医学的適応とは異なる。医学的適応がないのなら 検査を正当化すべきではない。医療提供者が指示しない検査を受けるように患者に仕向けるような法的根拠はあってはならない。腰痛は雇用の継続や再就職の困難をもたらす原因となる可能性が高く、収入の途絶など社会生活を営む上での重大な障害となる可能性が高い。また身体障害に関する社会福祉政策の 対象として認定されるに至らないケースが大半であり、労働災害保険の認定がこの場合非常に重要となる。通院費、療養期間の保障などについて、労災申請する場合労働災害参照。事項に注意。障害が残って、障害年金を申請する場合、障害年金は退職後も症状が固まり次第申請可能。事項に注意。 損害賠償請求訴訟損害賠償請求訴訟の場合、雇用者側の不法行為を裁判において立証する必要がある。判例あり、第879号、事項に注意。重いものを扱う労働は、腰痛による労働災害が発生する危険性が非常に高い。このため、腰痛を原因とした正社員の休職、退職にかかるコストを回避しようと、帰還 派遣社員、委託社員、パートアルバイトなどの非正規労働者が重量物を扱う業務へ投入されることが多い。この場合、安全でない業務の当然の結果として生じた、腰痛にかかるコストも削減しようと、革新犯的に労災申請の妨害がされることもあり、問題となっているが、このような場合は民事訴訟で業務上の腰痛であるとの認定を受けることで、 労災が承認される可能性がある。リストラ目的や労働組合活動への制裁的人事として、このような重労働を任命された場合、そもそも減業活動には十分な訓練や修練、熟練、肉体的素養、年齢などの条件が求められることが多いにも、かかわらず、本来必要な業務命令を逸脱した配置転換の場合は、 パワーハラスメントや不当労働行為に該当する可能性がある。生活保護労災申請したが、労働基準監督署の確認作業に時間がかかる、労災申請したが認定されないなど、生活に困った場合は、居住地からの立ち退きを要求される前に、速やかに管轄の役所にて、生活保護申請すべきである。生活保護制度には、治療費、交通費、 医療器具代などが支払われる医療扶助制度がある。生活保護申請においては仕事を探す意欲があることやボランティアが一緒であることなどが効果的な場合もある。診療ガイドライン国際機関、政府機関その他、ありがとうございます。